国際連合人権高等弁務官事務所は国際連合に属する組織の一つで世界各国における人権の保護と啓蒙を目的として活動するスイスのジュネーブに本部を置き500名余りの職員数を要する国際的な人権保護の専門組織の設置を求めるアメリカが衆国などの提案に基づき1993年に 国際連合総会でのウィーン宣言及び行動計画の承認の決議により設立が決定された。組織のリーダーである高等弁務官には国際連合の事務次長クラスが当てられ国際連合人権理事会と協力しながら国際連合機関における人権問題に関する活動を統率する。人権高等弁務官事務所の権限は国際連合憲章の第一。 13、55章、及びウィーン宣言及び行動計画第2部第17、18九1993年12月20日の国際連合総会決議48、141に基づく。歴代の高等弁務官を以下に挙げる。2017年に事務所職員のエマライリーは、事務所が中国政府にウイグルなどの人権活動家の名簿を漏えいしていると、 アメリカ議会に告発した。北朝鮮に、何らかの介入イコール拉致問題で、国連人権弁務官時事通信朝鮮学校、除外なら、差別イコール高校授業料無償化で、国連人権弁務官時事通信、国連人権高等弁務官、特定秘密保護法案に懸念日本経済新聞、UN Human Rights Office Accused of Helping China, Keep an eye o n Disadents, FOX ニュース2019年12月14日付、ありがとうございます。